まだまだお元気だと思っておりましたので、大変驚き、本当に残念です。心からご冥福をお祈りしたいと思います。石原さんは、太陽の季節で、デビューして以来、さまざまな既成概念に挑戦し続けた人生ではなかったのかなと、思います。新しい感覚、新しい角度でね、いろんな面で積極的なご発言をなさってまいりました。我々もそれに大いに指導、触発されてまいりましたが、惜しい政治家を亡くしたというふうに思います。発言なんかもですね、さまざまな意味で世の中に大きく取り上げられる人物であり、また作家ということもあって、この政治の世界にとどまらない活躍をされた方だと、そう思っております。私も今見つけて初めて来たので、詳細はちょっと話を聞いてから私からお話をさせていただきますので、もうちょっと後ろに下がってもらうのが狭いんで、お願いします。